これは GoPro 水没事件を追ったドキュメンタリーである。学生の時に分数の割り算ができなくて居残りをさせられたんですね。できない人たち組で、まあそれが初めてこうできない人側になった瞬間でもあったので、その時に戻ってできる人側に回りたいです。有名な、あの、海外の会社、海外の会社、企業かな。もう自分が買った時はまあ6万円ぐらいで、まあ、付属品込みで7万円ぐらいだったかな。あれ？ちょっと待って、ってことはさ、ってことは、7万円、俺の元からなくなったってことだろ？ということは、その、企業的には得してる ?7 万円。いえ。これがこう、シュルシュルって海に落ちていくじゃないですか。したらね、なんかね、ぷくぷくぷくって泡がね、泡、ほんと2、3分ぐらいですかね、経ってから上げたんですよ。したらね、なんかね、この辺ぐらいかな、泣いちゃってたんですよ。では、じゃあ、君は誰かな？君は誰かな？君は、この人を、守るためにやるんですよね。でね、君自体も、なんか、海に落ちても、大丈夫って感じでいない？最初から。なんか、こういうのとかもあるし。なんでいかないのか？ SD カードとかっていうのは、お水に触れちゃいけない。水に触れちゃうけ。あ、こんにちは、柴崎だよ。おいしいね。今日はこの絵の具で絵を描いていこうね。おやおや、そのペンは持っちゃダメだよ。白しか出ないからね。おかしいなと思ったら、エボルブメディスン。もしもし、お電話ありがとうございます。マーカ担当のマッシュです。どうされました？そちらの製品についてお伺いしたいんですけど、 GoPro 11を購入したんですけど、購入してから1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、突然電源が入らなくなりまして、
わかりましたまず大変申し訳ございません。あ、今からですね対処法の方をメールで送らせてもらいます。わかりますか？はい、そちらの方確認してもらって、それでちょっと試してみてもらえますか？その後にもう一度また電話お願いします。わかりますか？はいはい、わかりました。次回に説明すれば人の頭はこんがらがって、探しまさぐり気づけば違うページ飛ぶ始末。実際だってイレギュラーだってまして舐めるわよハートや。アップデイ全人が実感 Which one now?みんなオムドットの動画見るな。ジェンダイスケが追う空の匂い、カカスマージン、センゲンバージン、エングリスマーティン、踊るかなゴーズを。あー、ちょっと待って待って、水入ってくれー、これ、冷たい、冷たい、あ、ちょっと、ブーブーブー、助けて。やばいやばいやばい、やばいやばい、これダメやって、ここ結構大事な部分、大事な部分、この回路が一番大事な部分。いやー、冷たい冷たい冷たい、あーちょっと、あーまだ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 、これはあるよ、うわーいけてるか、じゃあ落ち着けってお前ら。独説、チャット機能が使えるようになりました。しかしこのチャットには同時多発日本語翻訳機能が施されており、おぞましい起初日本語で会話しなければならなかったのだ。これでエルビンとつながりました。はじめましてエルビン。こんにちは。こんにちは。 GoPro チャットスポートにご連絡いただきありがとうございます。私の名前はアリーです。GoPro 11を1ヶ月ほど前に購入しましたが、突然電源が入らなくなり使用できなくなりましたので、 GoPro 11の無償交換を希望しています。電源がないなくなったのは3日です。はい、その可能性はありますが保証請求を確認する必要があります。 OK、 参りました。どうすれば保証請求を確認できますか？これがあなたにどれほどのご迷惑をかけましたか？それがあなたにどれほどのご迷惑をかけましたか？ご心配が想像できません。何をしても良いですか？何がいいですか？どうすれば良いのでお願いします。 ありがとうございます。基本的にお使いのカメラはまだ保証期間内です。シリアル番号がどこにあるか分かりますか？中の番号の写真を撮りました。それは最高です。分かりました、確認させてください。まだそこにいるの？確認お願いします。ありがとう、ここに届きました。次行うことはここに全ての情報を入力する。今情報を大事にしています。情報を書いています。ここで配送情報を入手しました。変更変更を加えたい。おまけ。わかりました、ありがとう。裸にしてください。わかりました。ちょっとこれは信じられない。これはちょっと信じられない。ボットン、ボットン免除、ボットン免除みたいな。
ちなみに薄い。何を取りに行こうか。久しぶりだからちょっと緊張する。来た。日本語。はい。日本やから日本。え、夏？何？はい、え、うん。